大阪大学2020年の電磁気に関する入試問題です。2番コンデンサー、コイル、抵抗、ダイオード、スイッチ、起電力 E の直流電源などからなる電気回路を考える。回路中の導線やスイッチの電気抵抗は十分に小さいとする。コンデンサーは平行平板コンデンサーであり、極板間は最初真空とする。1図1のような電気回路がある。コンデンサー1、2、3の静電容量をそれぞれ C1、C2、C3 とする。最初コンデンサーの電荷はすべて0で、スイッチはすべて開いていた。問1、まずスイッチ S1 を閉じた。十分に時間が経った後、コンデンサー2の極板間の電位差が V1 になった。 V1 を E、C1、C2 を用いて表せ。問2、次にスイッチ S1 を開いてスイッチ S2 を閉じた。十分に時間が経った後、コンデンサー2の極板間の電位差が V2 になった。 V2 を E、C1、C2、C3 を用いて表せ。問3、その後スイッチ S2 を閉じたままスイッチ S1 を閉じた。十分に時間が経った後、コンデンサー2の極板間の電位差が V3 になった。 V3 をE、C1、C2、C3 を用いて表せ。問4、この状態でコンデンサー3の極板間を非誘電率 εR の誘電台で満たした。十分に時間が経った後、コンデンサー2の極板間の電位差がコンデンサー1の極板間の電位差の2倍になった。この時の非誘電率 εR を C1、C2、C3 を用いて表せ。問1番です。スイッチ S1 を閉じ、十分に時間が経った後、コンデンサー2の極板間の電位差、ここですね、が V1 になった。 V1 を E から C1、C2 を用いて表しなさいという問題です。で、この S2 を開いたままですね。ですから S1 を閉じたら、まあ、ここの回路を考えればいいわけですね。ですからこれになります。で、これがこう直列になりますね。コンデンサーで、こことここの電位差のプラスが足したものがこの E になりますから、ここが V1 ですから、ここの電位差は E-V1 になります。で、直列コンデンサーをこ直列に、並べていますから、これは同じ電荷 Q ですね。同じ電荷量を持ちます。ですからここの電荷量は、電気量は Q イコール CV から C1 かけ E-V1 で、ここも同じく Q ですね、直列ですから、ですから C2 の V1 になります。これが等しいですね。ですからこれ C1 で、こう C1V1 をこちらも移行したら C1 プラス C2 の V1 でくぐるとこうなります。ですから V1 は C1 プラス C2 分の C1E となります。問2番です。スイッチ S1 を今度は開いてスイッチ S2 を閉じました。で、十分に時間が経った後、コンデンサー2の極板間の電位差が V2 になったというわけですね。その V2 を E、C1、C2、C3 を用いて表しなさいという問題です。で、ここでこの最初はまあ S1 を閉じてこういう回路だったんですが、 S1 を開きました。で、ここの電気量はまあ保存されるわけですね。で、 S2 を閉じてまあこういうふうになりますが、最初はまあ Q、C2 も Q という電気量を蓄えていました。で、ここは並列になりますね。で、ここでは並列ですから、まあ、V2 になったというわけですが、ここの電圧と電位差は等しいですね。 V2 になります。で、ここの、まあ、一応電気量が Q2 と Q3 としますと、これをまあ全体は Q、 最初は Q ありましたから、 Q は Q2 プラス Q3 ですね。電気量が保存されます。電荷保存速でこうなります。で、 Q はもともとこの C2、 最初はまあ V1、 電位差が V1 でした、まあ、ここでは V2 になったわけですが、 V1 でしたから全問の結果ですね、 Q は C2V1 で、 V1 はまあ結果、全問の結果でこうなりましたから、電気量はこの C2V1、 C2 にこれをかけたものですね。 C2 にこれをかけたものが Q です。で、 Q2 は C2V2、 C2V2 になりますね。 Q3 は同じく C3V2 になります。で、 V2 でくくると C2 プラス C3 がこうなります。で、よって V2 はこれで割ればいいわけですね。 C1 たす C2、 C2 たす C3で、 C1、C2、E になります。ですから、電位差はこういうふうになります。問3番です。その後 S2 を閉じたまま S1 を、今度は S1 も閉じました。で、十分に時間が経った後、コンデンサー2の極板間の電位差が V3 になった。この V3 を E、C1、C2、C3 を用いて
表しなさいという問題です。で全て閉じたわけですから、まあ、こういう回路になるわけですね。でこの時に C2 のこの電位差が V3 ですから、これ並列ですから同じく V3 になりますね、電位差が。でここはそのもうこことこれをまあ一応合成で、コンデンサーと考えると、一つのものと考えると、ここはまあ V3 という電位差で、ここが E、 電体が E ですから、これとこれですから E-V3 になりますね、ここの電位差は。でここはこれ全体の合成の静電容量は何かというと並列ですから、 C2 と C3 を足したものですね。でその電気量がこれとこれ、これとこれはまあ直列ですから電気量が同じだということですね。その電気量を Q1 とします。今まで出たのは Q ですね。で Q2 にしたわけですね、この問い2の時は Q2、Q3 としたわけですから、まあ、Q1 としますと、ここの電気量を Q1 として CV ですから C1E-V3 ですね。でここを全体は C2+C3 という静電容量になりますから、 V3 ですから V3 というこういう静電気量になります。等しいわけですね。ですから C1E がここを持ってきて、これをこちらに移行すると C1+C2+C3 で V3 でくるとこうなります。よって V3 はこれで割ったものですね。これが答えになります。と4番です。コンデンサ3の極板間を非有電率イプシロン R の有電体で満たした。十分に時間が経った後、コンデンサ2の極板間の電位差がコンデンサ1の極板間の電位差の2倍になった。これこの電位差がここの2倍になったというわけですね。イプシロン R を非有電率イプシロン R を C1、C2、C3 を用いて表せるという問題です。でここで、まあ、全問の場合は、まあ、C2C3 という静電容量のコンデンサですけれども、今度ここに満たしたわけですね、有電体を。でその時に、まあ、この時には、まあ、V3 はこういう全問の結果はこうなりましたが、一応有電体で満たしたら、まあ、静電容量が C3 から C3' になったとします。で C3 はもともとその真空でした、もともと真空でしたから、真空の有電率 Y-R のこう D が間隔、ここが極板間の面積とします。こう一応表されるとすると C3' は何かというと、ここの有電率がイプシロンとすると、そのイプシロン非有電率というものは真空の有電率とその有電体の有電率の比ですね。ですからそのイプシロンはイプシロン R イプシロン0になります、かけたものですね。ですからこれ D 分です。でイプシロン0 D 分ですが C3 ですから、イプシロン R の C3 と、こういう関係式になるわけですね。C3' というものは C3 に非有電率をかけたものになるという、非有電、有電体、有電、静電容量がそういうことになるわけですね。で、ここで、ま、有電体で満たした時に、その電圧、電位差は V3' とすると、ここが C3' ですね。C3 が C3' になりました。あとはまあ一緒ですね。で、ところで、まあ、ここが、これがここの2倍になるわけですから、この電位差が V3' だったということで、このまま V3' ですね、2倍だということですね。ですからこれから2イコールこちら 3V'3' になりますね。ですから V3' は3分の2だということが分かります。ですがここは3分の2だということですね。でこれがこうきました。で E と E が消えますから、3分の2とこれ E が消えたここですね、こうなります。で C3' は、まあ、Y-R の C3 ですから、こういう関係式になりたします。でたすき掛けですね、これとこれをかけたのは等しいですから、これとこれをかけたのは左辺、これとこれをかけたのは右辺ということで、この Y-R を出してみますから、 2Y-RC3 は 2C1、 これをこちら移行したら C1 になります。これを移行したら 2-2C2 になります。よって Y-R は 2C3 で割ればいいわけですね。ですから C1、C1、C2、C3 を用いたらこういう式になります。これが非有電率の答えになります。